マッコウクジラ、マッコウクジラ、マッコウクジラ、フィセテルマクロケファルスは、玉、ヒズメメ、クジラ玉、ヒズメメとする説もあり、マッコウクジラかマッコウクジラ属に分類されるクジラ類。本種のみでマッコウクジラ属を構成する。ハクジラ類の中で最も大きく、葉のある動物では、世界最大で巨大な頭部形状が特徴。属名は、クジラの潮吹きを意味する。 ビュセーテールに由来。とりわけマッコウクジラは前方に吹き出す潮がよく目立つ。ためか、後にその俗名に関されることとなった。英語では、ファイシターのごとく発音する。日本語では、慣用的に、フィセテル、フィセターなどと呼ぶことが多い。種商名マクロケファルスは、長い、大きい、等の構成語。和名、マッコウクジラの漢字表記は、マッコウクジラである。 古代からアラビア商人が取り扱い、用の東西を問わず珍重されてきた品に、香料であり、医薬でも美薬でもある、流余だれ香というものがあった。それは海岸に打ち寄せられたり海に漂っているものを偶然に頼って見つけ出す以外、手に入れる方法がなかった。しかしその実、この香料の正体は、マッコウクジラの腸内でごく稀に形成されることがあり、 自然に排泄されることもあった結石であり、捕鯨が盛んに行われる時代に入ると買ったマッコウクジラから直接取り出すことが可能になった。このマッコウクジラの竜与だれ鯉がマッコウに似た香りを持っていることから、近代日本の博物学では中国五名マッコウクジラに方、習ってマッコウ、のような竜与だれ鯉を体内に持つとの意味合いで呼ばれ、そのまま、 生物学名として定着した。英語名スパームホエールの原理は、生液クジラあるいは、生液のような液体である芸ウが取れるクジラである、脳湯、芸ウの節を参照。別名に、キャシャラット、キャシャロットがあり、これは、アメリカ海軍の艦名にもなっている、別校、潜水艦カシャロットを参照。北極から南極まで世界規模で分布しており、 深海沖に最も多くが生息している。社会的単位は安定していて、メスと子は部分的に母系の集団で暮らす。オスは高緯度の寒流域にも進出するが、メスと子が暖流域の外に出ることは滅多にない。日本では小笠原諸島近海にメスと子供の群れが定住し、知床半島近海にはオスが見られる、成熟に近いオスが群れをなし、土クジラ。 大木白ラ等深海性の種類が陸上からの観察が可能なほど陸接近するという点で特有である。海港ラ沖やヨニア海など地中海にも完全な、あるいは季節的定住群が存在する。通常マッコウクジラは海遊することが多いので、これは得意な事例である。世界規模で多く生息している個体群には不明確なものもあり、地中海にて クリック音の観測や目撃情報などの分析から詳細は不明ながらも想定以上に多く生息しているであろう。事実が確認さたじもある。詳細は深海への適応を参照。ただし北米西海岸沖やイギリス周辺、オーストラリア南西部やニュージーランド周辺、フィールドランド沿岸などなど、捕鯨の影響から回復が遅れ、個体数の低い海域も存在する。 本種は、すべてのクジラ類の中で最も大きな性差を持つ。標準的なオスの体長は、約16から18メートルであり、1、E1 メートル、メスの、約12から14メートルと比べて30から50%も、大きく、体重はオス50トンに対しメス25トンと、ほぼ2倍の差異がある。なお、誕生時は死ゆいずれも、体長約4メートル、体重1トン程度である。 ハクジラの中では災害種であり、成長したオスには体長が二十メートルを超えるものもいる。本種を特徴づける、著しく肥大化した頭部は、その長さがオスで体長の三分の一に達する。これはクジラ類の中でも例外的に巨大である。脳はおそらくすべての動物の中でも最大、最重量であり、生態のオスでは平均七キログラムに達するが、 身体サイズに比べれば決して大きな脳ではない。背中の色は一様に灰色だが、日光の下では褐色に見えるかもしれない。背中の皮膚は通常デココでこどこで他の大きなクジラのほとんどが滑らかな皮膚をしているのとは対照的。噴気口、呼吸口、鼻光の位置は頭部正面に集中しており、遊泳方向に向かって左側にずれている。そのため、 潮吹きは前方に向かった特徴的なものとなる。背びれは背骨に沿って前から3分の2の場所に位置し、通常は短い二等辺三角形の形状をしている。尾は三角形で非常に厚い。クジラが深い潜水を始める前には尾は水面から非常に高く引き上げられる。マッコウクジラ族のみでマッコウクジラ化を構成する説もある。MSW3 ミードブラウネル2005では、マッコウクジラ科にコマッコウ族コギアを含め赤は認めていない。下顎に20から26体の塩水系の葉を有する。それぞれの葉は約1ラムもの重量を持っている。ヤリイカやダイオウイカなど、主な植生はイカ類であり、スケソウダラやメヌケ、フリソデオカやツノザメカのような大型の深海魚類も餌となる。 丸飲みが可能なイカ類を食べるために歯は不要と考えられており、本種が歯を備えている理由ははっきりとはわかっていない。歯を持たないにもかかわらず健康に太った野生の個体も実際に観察されている。現在では同種のオス同士で争う際に歯が使用されるのではないかと考えられている。この仮説は成熟したオス個体の頭部に見つかる傷の形状が歯型にあっていたり、 歯が円錐型で広い間隔をあけて配置されている理由も説明できる。上顎の中にも未発達の歯が存在するが、口腔内まで出てくることは稀である。似た植生を持つ花ゴンドウもマッコウクジラと同じく下顎にのみ歯を有している。この種はマイルカカニ属スが多くの部分でマッコウクジラと酷似している。近年の研究により、 高海面に残したまま深海へ獲物を取りに行った親が捕らえた獲物をこの餌として加えたまま持ち帰る姿が確認されている。映像に収められているものは大王以下で一匹丸ごとではなく一部だけを持ち帰ってきた。これにより葉の存在理由が獲物を噛み切ること深海から海面へ運ぶ時の滑り止めなどとして仮説も出てきた。試算では マッコウクジラの設置量は年間で9000万トンから2億2800万トンと推計される。この95%がイカとすれば、およそ8000万トンから2億トンのイカがマッコウクジラに食べられ、それは世界中の年間漁獲量の30倍から66倍になるという。もっともマッコウクジラが食するイカは、主に中不可層に生息するクラゲイカといった大型イカと考えられ、 それらのイカは人間の食用には用いられない。本種は家族の絆がとても強い。子は生まれてすぐには深海に潜ることができない。母親は子が深海へ潜ることができるようにするため、しばしば訓練をするが、子がなかなか潜ろうとしない場合は母乳を飲ませながら潜る。最近の研究では頻繁に深海と海面を行き来することが分かっている。 成熟したオスは、通常は一人立ちし、メスや子供が進出しない、極海に至るまで広範囲を回遊する。若い誘導士で、独自のグループを形成する。また、メスや子供の群れが、シャチや捕鯨船などに襲われた際に救出に来ることもある。群れを守るために、捕鯨船、大型ホブネオ,オスが攻撃して沈没させた例も、存在する。近年、ホエールウォッチング業務が、 世界中に盛んになり、比較的個体数の多い本種も観察の対象とされることも非常に多い。特に、海溝裏など様々な地域がマッコウクジラを対象とした保衛ウォッチングで発展してきたことは特筆すべきことである。また、保芸を知らない若い世代が増えてきたこともあって、人間や船舶などに対する警戒心が薄れ、より人懐っこくなりつつある。また、 花型のエンジンを組んで捕食者への抵抗を見せることがあるが、これは本種以外では、セミクジラでも確認されたことがあるし、天敵がいない状況でも見せることがある。他の中から大型種、ザトウクジラや、ナガスクジラ、ミンククジラ、シャチなどと行動を共にすることもある。日本では、ネムル海峡や伊豆諸島等でこれらの交流が観察されたことがある。マッコウクジラは、 基本的には、深海性だが、例えば、アジア圏では、千島列島や、コマンドルスキー諸島、知床半島や金海山沖、東京湾や房総半島周辺、立山湾、三浦半島、白浜沖、千倉町など、伊豆半島周辺から、伊豆諸島、火山列島、薬島、奄美諸島から、南西諸島、台湾、マリアナ諸島など、 沿岸近くに見られる海域も数多く存在する。これらの海域では、積極的な観察の対象になることも多い。特に成熟遊などは満足な遊泳ができないほどの浅い湾などに入り込み、しばらく休息してから外洋に出ていくこともある。スコットランド沖やフィリピン沿岸になど、沿岸性の特殊な個体群なども存在する。また、その生涯の3分の2を深海で過ごす。 軽く2000メートルは潜ることができ、集団で狩りをすると考えられている。光の届かない深海においてはイルカ等に代表される反響定位、エコーロケーションを用いている。家族同士での会話にも音を利用していると考えられている。本種の潜水能力は、クジラの中で群を抜いている。ヒゲクジラ類の潜水深度は200から300メートル程度とされる。 マッコウクジラの場合は、全身の筋肉に大量のミオグロビンを保有し、これに大量の酸素を蓄えることが可能である。このため、1時間もの間を呼吸することなく潜っていられることが可能で、さらに、これによって肺を空にして深海の水圧を受けないことも明らかとった。通常では、約1000メートル近くの深海に潜ってから息継ぎを、 するために水面に上がり始めるまでの20分ほどの間、深海にて捕食などの活動を行っていることが分かっている。また、3000メートルを潜ったとする記録もあり、1E3 メートル深海層での原子力潜水艦との衝突事故や海底ケーブルに引っかかって溺死したとみられる死骸の発見などの実例がこの記録を裏付ける。 しかし2000メートル以上の深さまで潜ると捕食すべき、イカなどの数も少なくなるため、それ以上はあまり積極的に潜ろうとするとは、考えにくいとも言われている。マッコウクジラと衝突した場合、大型船は船体を破損させることはないが、ヨットや木造船であった場合には多大な損傷をこむることが予想される。マッコウクジラは、 ハクジラの中でも特殊な深海潜航型として、高度に進化適応を遂げた種である。この進化が、どのような条件下で引き起こされたものであるかについては、未だつまびらかにされないもの。彼らの祖先にあたるクジラが、他の大小多様なハクジラ類や大型サメ類との、潜海域での生存競争に敗れ、食いはぐれての結果的選択であるとの推論は成り立つ。 そのような動物もよそに活路を見出して、その上で新たな環境への的確な適応を遂げられた場合に限って新しい種として子孫を残し、進化を次の段階へ進めていくことが可能となる。しかしまた、有生種であるがために、その一部が分布域を拡大していくうちに異なる形質を獲得していき、ついには別の種として分化したとの考え方もあり得る。いずれにしても、 彼らの祖先は何らかの条件の下で、クジラ類にとっては未踏の海域であった深海という環境に挑み、長い時間をかけて現在の高度に適応したマッコウクジラの形質を獲得していっと考えられ、大イオイカ等の巨大無脊椎動物の生息によって、深海という環境の生物量が決して貧しくはないことが彼らの祖先の進化を下支えしつつ促したと言える。 白ラ類が持っている反響定義の能力も深海にあって大いに威力を発揮し彼らを優勢種に押し上げている。ハイドロフォンによるニュートリノ検出を目的とした海洋ノイズ検出実験においてカターニア東方にある震度2000メートルのテスト海域でマッコウクジラのクリック音が観測された。また目撃情報や海面近くの音響記録に基づいた調査によって 分布は稀だと思われていた海域においても、予想以上にマッコウクジラが生息していることが明らかになった。観測されたクリック音のパターンが2種類あることから、地中海海盆の外から一時的に入ってくる通りすがりのクジラの存在が示唆されたが、地中海のマッコウクジラが一つの閉鎖個体群なのか、それとも外目の個体群とのやりとりがあるのかは判明しておらず、生態には、 未知な部分が残されている。本種は低い出生率と遅い成熟と長命を獲得している。メスは4歳から6歳で成熟し、メスの妊娠期間は少なくとも12ヶ月、最長で18ヶ月。そして子育ては2から3年続く。マッコウクジラの家族は母系家族でメスが中心となる。オスは単独行動、もしくは若い誘導士が小さな群れを作る。 オスの繁殖的齢期は10歳頃から20歳頃までの約10年間続き、40歳を超えても成長は止まらず、約50歳で最大に達する。また、出産は5年に一度しか行わない。オスは一体で複数のメスを獲得するハーレムによって子孫を残す性質で複数のメスと交尾した後には、子育てには参加しない。 成熟したオスのペニスの長さは1メートルを軽く、越すほどのものとなる。群れを作るメスと子供たちは結束が強く、弱って傷ついた仲間を囲って天敵であるシャチやサメなどの攻撃から守ったり、その囲いを解かずにそのままの姿勢で安全地帯へと押しやるような行動も見されている。大型の老熟したマッコウクジラの体表には多くの傷が見受けられる。 特にオス個体には頭部に前述の歯によって噛み合った傷が多く、これは繁殖期でメスをめぐって優導し争う後によく見られると言われる。なお傷は時間とともに白く変色していって体表にそのまま残るか皮膚にうずもれていく。成熟した個体にはリング状の傷が帯状についていて特に口と顔周りに多いが、これはダイオウイカの必死の抵抗により、 強力な食腕にしがみつかれ、皮膚に傷を負ったものである。南極近くに住む個体には、大王法月以下によって付けられたと思われる鍵ギ爪が、刺さったままのものも見受けられた。泳ぎが遅く、深海性のために、暖かい海にいる個体は、ダルマザメの標的にもされている。人間の他には、シャチが天敵で、幼獣だけでなく、生態も、シャチの群れに襲われ。 殺されることがある。芸老とは、頭部から採取される、白濁色の脳油の別名である。脳油は精液に似ているため、精液と誤解されていたことがあり、英語では、スパーマシティ、原理、クジラ精液と呼ばれていい。英名のスパームホエールはこのことに由来する。脳油は、イルカやシャチなどの白ジラ類に見られる反響定位。 エコーロケーションの際に音波を集中するレンズの機能を、モッツメロンと呼ばれる、頭部器官を満たすワックスエステルである。なお、一部で、脳醤油と呼ぶ向きもあるが、脳醤は、脳の髄液を刺すため、全く無関係である。反響転移による音波は、他の白磁狩り同様に、遊泳時の障害物の探知や獲物の創作に、使われるが、マッコウクジラの脳油であれば、 獲物に対して高い指向性を持った強力な音波を放つことで失神あるいは麻痺に陥らせ、捉えることが可能であるという説もある。実際には確認されていない。脳油は他の白ラ類のメロンと異なり、マッコウクジラの体温下では液状であるが、約摂氏25度で凝固することが知られている。ゲール医学者クラークはこの性質に着目し、潜水の際には、 花から海水を吸い込み冷やすことで、脳意を固化させ、比重を高め、浮上の際には海水を吐き出し血液を流し温めることで液化させ、比重を小さくすることで、急速な潜水及び浮上を可能にしているという説を唱えている。潜水、浮上はほぼ垂直に、かつ、急速に行われることが確認されているが、潜水病に陥ることがないことも確認されている。 芸狼は高級そくや石鹸の原料、灯油、機械油として利用された。特に精密機械の潤滑油としては代替品がなく1970年代まで需要があった。かつてはこの芸狼を目的に大量のマッコウクジラが乱獲された。特に米国では18世紀から19世紀にかけて盛んにマッコウクジラを捕獲した。米国が日本に開国を迫った理由の一つに 捕鯨船の中継基地の設置が挙げられるが、アメリカ大陸近海のマッコウクジラを取り尽くし、日本に近い西太平洋地域に同じマッコウクジラの大規模な群れがあるのを発見してのことである。今でも同海域には数万頭のマッコウクジラがいると言われる。マッコウクジラは肉にも牢を含むため、食用の際に油抜きをする。 日本では主にヤマトに用いられたり、大阪では油抜きをしたかは、コロをおでん、関東にで食すのが一般的である。和歌山県田辺市、鮎川や小寸で列島の連畑島では干物にする。油抜きをしないで大量に食べると下痢をする恐れがあり、アメリカ人捕鯨船員の鯨肉には毒があるという迷信もあり、肉は捨てられたというのは、このように食用に不向きであった点もある。また、 このマッコウクジラを最高の目標としたアメリカ式捕鯨の時代において冷蔵技術もない当時3年以上が標準であった捕鯨航海の間肉を商品価値のある状態で保管するのは不可能であ。あくまで小説中の話ではあるものの捕鯨船員のキャリアを持つハーマン・メルビルが書いた白鯨の中では欧米においても芸職は強くタブーとしていなかったため 同時大臣から見ても、船員の食肉とすらしないというのは疑問であったようで、ある。これに対して、目の前の数十トンの肉塊を見て、食欲を催すことはない。捕鯨船では商品にならない絞りかすをとして使うが、クジラの肉を、クジラ自身の油で焼くのはさすがに縁起が悪いといった趣旨のことが述べられている。一方、無価値と見られたゆえに食べたいという船員に、対して、 止めることもなかったようでや、真っ行の尾のステーキなども紹介されている。なお、前述の鮎川においても、余剰芸肉が捨てられており、後にクジラ越えに活用するようになった、クジラクジラの利用のその他、残詞の利用も参照。食料として見た場合、末行クジラの体内に含まれる、微量の水銀に注意する必要がある。厚生労働省は、 マッコウクジラを妊婦が接触量を注意すべき魚介類の一つとして挙げており2005年11月2日の発表では1回に食べる量を約 80g とした場合マッコウクジラの接触は週に1回まで1週間あたり 80g 程度を目安としている楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください